インディングもね走りやすいよね。今ちょっと鳴らしが終えそうなんで、ちょっと6000ぐらいまで回してるんですよ。そう、6000、7000ぐらい回せばね、走りやすいよね。いや、鳴らし運転中が走りにくかったんだよね。ほんでね、これね、回転数を上げても振動がやっぱ少ないよね。素晴らしいよ。全然触ってこないんだよ、シート、もう足とかシートでさ。すごい走りやすい、走りやすい、乗りやすいですね。で、エンジンブレーキやっぱり自分対応するんで、やっぱり高回転まで回せないときついね、これは。ね。いや、これ、北海道で最高だね、多分これ。まっさら走るのにね。いや、いい、ほんと。天気も最高だしね。だって若干多分ね、標高が高くなってくると、やっぱりこれ、おそらく5000メーター以上なんだけど、おそらく、きついかな。パワーがね、パワーダウンする、間違いなくね。まあ、どのバイクにもね、同じなんだけど、やっぱり1000クラス、ブラックバードとかと比べると、やっぱりね、きついよね、上りとか。一速下げて、こう、普段よりね、下のレンジで。走らなきゃいけないっていう。まあまあ、ゆっくり行けばいいんでね。問題ないかと思いますよ。ね。ほんでまあ、インプレッションじゃないんだけど、ちょっとした乗って気づいたことがあるんで、ちょっと話していくと思います。まあさっき、まあ振動が少ないっていうのもそうなんだけど、これ川崎のミッションの話になっちゃうんですけど、自分川崎これ3代目なんですよ。ね。で、全機種に言えるんだけど、トランスミッションの関係なんだけど、スタート時に、一速で走るじゃないですか。ね。だけど、二速に入らないのよね。一速からしか発進できない。二速に入らない。進まないと。動いてないと二速に入らないという。ちょっと、気になるのが、交差点とかで、ね、右折とかこうするときに、一速入れて発進しました。それで、こう、車体を傾けて、こう、曲がっていこうとするときに、二速入れようとすると入んないのよ。あんまり低速だと二速入んないので、そこでニュートラルに入っちゃって、そのままネギが入んないで転倒みたいなことがある可能性があるので、ちょっと気をつけた方がいい。川崎さんみんなそうなのかな。ね、全部そうだった。あの3機種あの KLE っていうの乗ったんだけど、 KLE と GPZ1100 で、今回まあ同じ KLE なんだけど、ベルスね、この3機種川崎車全般に言えるのかもしれないですね。これこの二速が入らないと、あの低速で。ちょっと気をつけた方がいいですね。もう転コーナーとかすぐ二速入れようとすると、入らないと、そのニュートラルに入っちゃうというね、現象が起きると。いうぐらいですかね。進んじゃえば、二速、三速って全然、
入るんですけど、減速時ちょっと注意が必要かなと思ってますね。多分いるんじゃないかな、二速入れようとして入んなくて、そのままニュートラル、コーナー曲がるときとかね、車体を傾けてるときに二速に入れて入んね、入んなくてニュートラルになっちゃったと、そのままアクセル吹かしてもね、全然もう日中もさっきもいかないと、それとも転倒中パターンがあると思いますので、気をつけていきたいと思います。